ですからね。バトルのエンジンも全部変わってんすよ、ね、うん、この時点で多分違うと思うんですよ。まあでもニコ生通しって分かるそうですね。ニコ生で表現できるのは限界があるんですが、最初は大阪入りますんで。ただこれ本編と違う話なんで、やばい、そう、煙が違うね。細かい煙が。気になるな。安心するのはまだ早いよ、桐生一馬。え？そっちから吹っかけてきた喧嘩だ。桐生もぶっちゃけこれは体験版のみの衣装なんで。あ、そうなんだ。はい、本編は違います。元気そうでよかった。でまだヒートアクションからこう入っていく、あ、これはまだあったよねとか多分思うと思うんですけど、バトルも今回は実はモーションが一つのモーションからどの段階でエネミーに当たってるかのヒットをちゃんと見てるので、はいはい、例えば、ね、ヒートアクションとか出ると分かりやすいんだけど、吉田さんが出してくれるかどうか。あ、でも体力ゲージが右下じゃなくてそれぞれに名前と体力ゲージが出てるのはすごくこれは嬉しい。おお、カメラもちょっと人数感が右当たったところにちゃんとヒートアクションがそのままつながるので、ここはもう要はなんていうのかな、見かけ上の演出とバトルっていうのが別々じゃなくて完全にひっついてる。本当だ。じゃあキックでもキックを出し始めた時にお腹で当たるのか、出し終わった時に顎で当たるのかで全部演出が変わるので。はい、あ、よくご無事で。でこれも今までだとほとんど表情がなかったりとかボイスがなかったりするんですけど、今回もう全てフルボイスで、フルボイス、うん、表情が微妙に綺麗に入っていたりして、これは昔だったらもう演出オーサリングの方のムービーの方のクオリティに近かったと思うんですけど、これがまあまあ下から何番目ぐらいかな、まだ演出なんで。これムービーシーンじゃないんですよ。ムービーシーンじゃない、ムービーシーンじゃないんですね。こいつらが俺の名前を知っている。あんま喋ると聞きたいのかな、解説が聞きたいのか見たいのかどっちか。いや解説はここでしか聞けないから絶対聞きたいですよ。あのコメントだけでヒートアクションがすごくスムーズに、そうですね、ねえ、行ったのがすごく、でこう AI がちゃんと動きのついていくとですね、はい、ここからまたスムーズにちゃんとまた別のが入ってきて、これもムービー、いやいや違います、ね、じゃない、はい、じゃないです。こういうプランもちゃんと表情が入ってパックが綺麗に入って連中を動かしてるのはチャンテ野郎です。最近大陸からこの町に入り込んできました。そこの組織じゃコメントでありますけど、言うならばもう全編全てムービーと言っても過言じゃないってことですよね。その間にもうアドベンチャーとバトルがきちんと綺麗に入ってる、行きましょう。カスガはどうした、あいつは事務所に置いてきた。道路すごい、さっき道路見てほしいってね、まず、まあ、うん、でここからまたそういう演出がきちんと入ってキーのこの激アツ展開。ムービーじゃん。でそこからカメラも一切変わることなく、ロードも入ることなく、ここからちゃんとバトルに。いやいや、ここで切ろうかと思って、もうちょっと見たいですか。見え、そんなセッションな。ここからちょっと、見たいってちゃんとコメントくれたら、うんうんうん、もうちょっと流します。いや、みんな見たいって、ほんとみんなコメントお願い。あ、このまま戦闘に入ったよ。ちゃんとマルチ AI のバトルにちゃんと入る。しかもめっちゃ人数。あ、みんなもっと見たいコメントいっぱいして。団体戦でこんなにあるんだ。しかもムービーから、まあムービーじゃないですけど、スラッとバトルに、こんな団体戦なのに。すごーい。まだもうね、見
味方にも当たっちゃったりするんですけど、この辺はまだ調整ができてないのと、はい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 、まだ敵のこうスムーズな動きっていうのはもうちょっとかなり良くなるはずなんですけど、ちょっとまだね、もうその数揃えられなかったんです。だいぶスムーズですけど、もっと、いや、もっと全然良くない。へー、うわー、配信するって言っちゃったからね、もう1ヶ月待ってほしかったっ。本音を言うと思うんで、で、まあ、まだ7割とおっしゃってましたけど、まだまだ良くなるけど、それでもこんなに出来上がってるっていうのはファンからしたら嬉しいと思いますよ。これが、まあ、余談、はいはい、まあ、体験版では全部やってますけど、いろんな建物に入れて、建物から建物も全部、うん、ロードがなく、はい、建物の全ての部屋に入る時も全てロードがなく、建物か建物にまた例えば飛び移ったりしてもロードも何もなく、でそこにまたブルビーがちゃんと起きて、演出が入るフルボイスで、はい、これ戦闘中に今左下にマップも出てるから、マップこう普通に移動もできる、ね、遊びやすくもなくなる。じゃあってことですよね、今どこにいて何をするのかっていうのが、やはり単にロードがないってスムーズになるだけじゃなくて、ゲームをスタートして10分後に今何が起きてるっていう感覚になるんですよね。それがやっぱでかいと思う、右上に敵を倒せと書いてありますし、まあ、左上のゲージもねちょっと若干気になるところではありますけど、ムービーでもあのコンビニとかのシーンとかあったんですけど、はいはい、逆にあれも唐揚げが綺麗に唐揚げに見えるだけじゃなくて、うんうんうん、余裕があったらコンビニとか行ってみてほしいね。コメントちょっとみんな気になることとかぜひ、こんなレアな機会ないのでね。コンビニみたい、お店、そう、建物に入ってこうすんなり入れるっていうのがね、確かに。コンビニですか、コンビニ行くか。え、戦闘中だけど普通に。戦闘中はちょっとこれは、あ、そっか、まあでも相手あと1人だ、それはダメなのか、さすがにそれはお店にご迷惑かけちゃったことですよね、きっとね。あの引き連れて、あ、でもドア開いたよ。いました、今敵が転がって、あの自動ドアのところに行ったら、自動ドアですからね。え、ドア開いたんだけど、ほら、また開いたわ、ほら。でもね、ここからちょっと話が一回進まなきゃいけない。これまでですかね。わ、すごい、周りの仲間がぬるっと集まってくる、この全員無事か、まあ、間接的に店に迷惑とかもあるかもしれないけどね。でも、ですよ、もういいよ、もうちょっと見せちゃおう。え、何、なんかこうやって街を見回すのも、はい、今声がしてるんですよね、うんうんうん、今までカメラを振り向けるっていうのは単純に景色を眺めるだけだったんだけど、今回はちゃんとこう悲鳴を探して、でも探して時間ないから、さね、てか味方の動きがものすごい、見ると、ああ痛い痛い、サーチして、あそこだ、サーチするとまたそれは演出にちゃんと入って、そこを動くな、あ、こいつが死ぬぞ、勘弁してくれ、お前が蹴りうか、別にこれも今のところムービーシーンって言われるものは一切ない、うんうん、まあ、他のザコ、もっとムービーってもっと綺麗になる。いや、なんか味方も今すごかった。普通だったらこう味方っていう、こっちが動いたら動くとかですけど、今こいつの腕力が強いなっていう、それは、あの、僕も突っ込んだんですけど、すいません、配信までに間に合わなかったです。まあ演出ですから、両手で持たせるって間に合わなかった、うんうん、あります、あります、きっといます、こういう腕力が強いってことで、体験前よし、うんうん、強い人、そう、それでいいの。そう、コメントであるけど、もはやムービーとは何なのかってコメントありますけど、それね、多分今のやつでしょう。そうか、兄貴、本当にお一人で、俺が名指しで売られた喧嘩だ、ちゃんとやろうと蹴りをつける。ってことは、これとは別にムービーはムービーであるってこと。ムービーはそうですね、今回は入ってないです、逆に。だってムービー、そこまでは体験版にコストかけさせないですリアル、リアル、すごくリアルですけど、この今回の底力っていうのをまず見せてもらえば、はい、コンビニってどうなってるんだろう。あ、コンビニこれで入れるのかな。まだ入れないか、コンビニはまだですね、はい、あ、じゃあもう建物ちょっとだけ入ろう。はい、じゃあ建物だけ、あ、
ってこうザザみたいな感じじゃなくて、もうここからまた部屋とかに入るとだいたいロードが入ったんですよ。それももう一切こういうオッパブみたいなのが入ってる。でもちゃんとお客に突っ込むとお客がちゃんとやべえと思ってリアクションしたりする。あ、本当だ、すごいリアクションする。まあそうなるよね、このリアクション気にしないでくれとか言ってます。でこういうのがどこまで行っても一切ゲームが終わるまで一切ロードは入らないです今回。何これ、もう限界かな。これ見てるスタッフのみんなヒヤヒヤしてます。いや、どこまで見せちゃうんだろう。スタッフのみんながやめろってコメントが入ってる。すごい、うわ、この外の階段まで全部マップが、マップって言ったらもう変ですけど、やっぱやめましょう、これ、怒られる、怒られる。とりあえずここまで、ちょっと何分の1かな、体験版のこれで。まあでも半分は全然なって